はいどうも、つるちゃんでございます。今日は久しぶりですね、仏教哲学大辞典の、えー、獅子の子というところを読んでいきたいと思います。獅子王の子と同じ意味でありますよと。獅子の死は師匠を意味し、子供の子ですね、はあ弟子を、えー、意味すると。すなわち、 獅子という言葉は、して相対。して不二を意味すると。獅子と獅子の子も同じであると。商人、ご難事に、おのの、これ有名ですね。死子王の心を取り出して、いかに人を脅すともおずることなかれと。獅子王は百獣におじず。獅子の子、また、 各の如しとあるが、獅子王とは、末法のご本仏日蓮大聖人であり、獅子のことは、日蓮大聖人の弟子を言うと、末法において、日蓮大聖人の弟子として、三大法のご本尊を信じ、立正暗黒、王仏明高に向かって、釈仏に励むのは、励むものはですね、 ことごとく獅子王たる日蓮大聖人の子供であり、強情な信心に立ち、三類の豪敵を服してゆくならば、獅子王のごとくなる心を持てる者、必ず仏になるべしと、これも有名ですね。との茶道御所のご禁言のように、現世安穏御所全所となって行くのであるということですね。 はい、続いてですね「指定府に」の現代的意義ということで読みましょう「今日の立場で指定府にを論ずるならばまさしく日蓮大聖人の血脈は信心のあるところに伝わると」「庄司一大事血脈章」に「新人の血脈なくんば法華経を保つ」とも無役なりとあるように いかに三大法のご本尊を従事していようとも、信心がなければ、して不にはないと、して不にはないと。しかして、信心とは実践であり、創価学会という一大和合相談の中にあって、毛義の光線ル布を達成、大仏名号の戦いに、 不磁石神明ですね、の精神で、邁進する以外に、信心はないと。なぜならば、根本の師匠たる日蓮大聖人の精神を、物意物直を実践しているのが、創価学会であると。創価学会の活動にこそ、大聖人のご精神を実践することであると指定不二と。 なるのであるということですねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますすでに登録してくださっている皆様もありがとうございますではまた次回の動画でお会いしましょう